練習させた時なんかに相手がつまずいたら、あ、これチャンスだな。皆さんこんにちは、 SE プラスの寺井です。さて早速ですが、今回のテーマはこちら、新人教育の担当者必見、人気講師が教える初学者への教育手法です。この動画をご覧になっている方は、このテーマ気になる方多いんじゃないでしょうか。 IT に関して何も知識がない人に対して教育を行う際、本当に理解できているのかだったり、本当に、まあ、興味を持てているのかだったり、まあ、担当者の方は、研修期間中ずっと心配が絶えないのではないかなと思います。私も実際に様々な企業様の、まあ、新人研修などにこう携わる中で、まあ、そういったお声を聞くことが非常に多くございます。そこでこのテーマについて、弊社で開催している新人研修道場や、これまで数多くの企業様で新人研修に登壇をしてきた実績を持つ矢沢講師にお話を伺いたいと思います。矢沢講師、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では早速ですが、質問をさせていただきたいと思います。矢沢講師は現在、数多くの新人研修や内定者研修で登壇をされていますが、初めて初学者の方に向けて教育や研修を行われたのはいつですか？これもね、はっきり覚えてないんですけれど、40歳ぐらいから講師やってますんで、20年ぐらい前になると思います。そんなに前なんですね。なるほど。その時の、初めて初学者の方に向けて、研修をした時の心境だったり、何か印象に残っていることっていうのは覚えていらっしゃいますか？講師を始めたばっかりの頃はね、もうなんていうかな、もう相手のことを考えるなんていうね、余裕がなくてね、だったんですけれど、だんだん変わってきたのは、特に初学者って言いますか、初めて勉強する人には、とにかくこっちが一方的に教えるんじゃなくて、相手の反応って言いますかね、それを引き出す、で確認するってことが大事だっていうのは、だんだんこうね、経験積んで感じるようになってきました。反応を引き出す、なるほどですね。では次の質問です。はい、今でも毎年弊社の新人研修、道場でご登壇いただいていますが、新入社員の方々に向けて研修を行う中で、常に矢沢講師が意識をされていることって何かございますか？やっぱりこれもさっき言ったことなんですけれど、特に初めて学ぶ人に対しては、一方的に教えるんじゃなくて、相手に何かこうアクションしてもらうって言いますかね、はい、例えば分からないことがあったり、つまずいたことがあったならば、それをね、一緒に解決するまでやってあげて、相手が分かったってこうね、喜んでいただけるような、そういうようなものがあると。これ全部そうすることはできませんよ。基本的に講義ですから、こっちから喋って教えてるんですけれど、演習させた時なんかにね、相手がつまずいたら、あ、これチャンスだなと、ですね、ここを一緒に克服してあげると、ものすごい喜びますから。そうすると興味が深まるし、できるっていうね、気持ちもできてきますから、そこにですね、そこですね、その演習して相手がつまずいたところ、そこをですね、チャンスだと思ってる、チャンスというかね、教える時のポイントだと思ってやっています。すごい意外ですね。なんかつまずいた場所で、なんかもう心が折れてしまいそうな感じがするんですけど、そこがもう逆にチャンスっていう。そうですね、だから一方的に教えて、分かりましたかって言ったら、分かんなくてもですね、礼儀としてね、せっかく教えてくれたんだから分かりましたって言いますけど、それじゃダメですよね。これある程度ベテランの人だったらそれでいいかもしれませんけれど、特に新人さんですから、不安がいっぱいなところで、当然つまずいて、でつまずいたことを克服していかなきゃなりませんから。で IT エンジニアっていうのは、先々仕事してもいろんな問題を抱えて、そこを克服していかなきゃなりませんから、そこをですね、嫌なことじゃなくて、克服したら楽しいんだっていうのをね、早く体験させてあげる。だから分かりやすい例で言うと、プログラミングの研修なんかやって、何かエラーが出ちゃった時に、ここはこうするんだよって教えることもできますけれど、なんでなんだろうねって一緒に考えてあげてね、あ、そうかって言わして、で動いたって言うと、わーってこうね、拍手してくれるような、その時一緒に自分も喜んで、わーってね、やってあげられるようなのが一番いいですね。そういう機会ができるだけ多くあるようにっていうふうに考えています。確かに矢沢さんの研修実際に受けた受講者の方って、プログラミングして、こう何か動いて楽しかったっていう感想よく聞きますもんね。
なるほど。ではあの次の質問に移らせていただきたいと思います。IT 業界でも、まあ、文系未経験の方の採用が当然となり、まあ、初学者の方への、まあ、研修を行う機会も多くなってきているかと思います。矢沢講師がそういった IT の初学者に対して研修を行う中で、感じることだったり何か気づくことってありますか？そうですね、まあ、初学者って言いますか IT 企業であっても半数はね、未経験者を採用してるって場合が多いと思います。半数はIT の教育を受けてきてる人で半数はってのありますからね。ですからまずはそういう状況を理解してですね、それぞれが満足できるようなことしないといけませんね、はい。ですから全員初学者じゃないですから、基本的にその初学者向けっていうか初めて勉強する人向けにやりますけれど、そうするとですね、ある程度やってきた人は飽きちゃいますよね。ですよね。それをどうやって満足させるか、これはですね、とっておきの方法があるんですが、ですね、ですから初学者向けに基本やって、で企業の研修っていうのは落ちこぼれ作っちゃダメですからね、学校じゃないんですからね、落ちこぼれさせるわけにいませんから、絶対落ちこぼれないようにね、一番下を対象にして研修やって、まあ、1時間に1回でいいですから、その経験者に向けてちょっとした質問を振るんですね。そうすると答えられますよね、当然ね、はい。そしたらさすがだねって言ってあげればいいんですよ。そうするとその1時間のね、なんかね、知ってることばっかりやってたことに対して、まあ、こうなんていうかな、こう優越感っていうか、それ感じさせてあげて満足してもらえますからね。ちょっとこう ネタバラしちゃいましたけど、ね、これね、はい、という感じです。それがまあ両方初学者の方も経験者の方もちょっと満足しながら楽しくこう研修を受ける施策なんですね。では次が最後の質問になります。どうすれば IT 初学者の方にこの業界に対する関心を持たせて自ら学び続けるエンジニアに育てることができると思いますか？これですね、これもですね、研修の中でですね伝えてることなんですけれど、勉強は仕事だということですね。勉強は仕事であると。我々 IT エンジニアはですね、肉体労働者なんですね。頭脳を使った肉体労働者、知的肉体労働者なわけでございます。そしてですね、勉強することで知識ですねを得て、それを世の中のお役に立てる、そういう仕事をしているわけです。そして勉強は時には嫌なものかもしれません。辛いものであるかもしれません。そんな時はですね、人が嫌がることをやっているから仕事なんだ、社会貢献なんだ、そして日本には職業の選択の自由というのがありますから、うん、IT 業界に入ったんだから皆さんは世間一般の人より勉強が嫌いではないはずなんだと。でこう受講者にみんなこう言ってね、皆さん勉強が好きですねってやると誰もはいって言わないんですね、これがですね。その場合それも分かってますから、これがですね。そしたら今の話全く同じことを最初から言うんですね。で皆さんは、我々は IT エンジニアはね、知的肉体労働者であるってまた言うわけですよ。そうするとみんなね、ゲラゲラしてきますから、そこで皆さん勉強好きですねって言うとね、ゲラゲラ笑ってもらえれば、そこでみんながはいって言ってくれますからね、これがですね、まあ、そんな風にしてですね、こうなんていうのかな、意識を持たせるって言いますかね、勉強することは学校の勉強と違うんだと、自分たちはそれが仕事なんだと、それでこの業界来た以上はですね、一般の人よりは勉強が嫌いじゃないはずなんだとですね、もしそうじゃなかったら手遅れですから、もう入っちゃったんですからね、これね、ということを伝えるようにしています。なるほどですね、ありがとうございます。最後にこれから IT の業界で、まあ、新人教育に携わるご担当者の方に向けて何かメッセージしていただいてもよろしいですか？はい、今日はね、私講師という立場ですから、本当にね、講師と教育担当者さんがやっぱりね、たくさん打ち合わせたり話し合った研修ってうまくいきますからね、これね。ですからこう研修やる前にね、打ち合わせタダでございますからですね、打ち合わせの日か1回と言わず2回と言わずね、持っていただければと思います。でそこで一番講師として知りたいことはね、どういう受講者なのかっていうね、だから全員が IT の経験者なのか半数ぐらいなのか、もしくはほとんど IT の経験者いないとかね、そういったような状況を教えていただきますと、より良い研修ができますんで、ぜひね、研修の前に
講師と話し合いの時間を取っていただければと思います。はい、ありました、ありがとうございます。ということで、これまで矢沢講師に様々なお話をお伺いしてきました。矢沢講師、本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回は矢沢講師に IT 初学者の方への教育手法について様々なお話をお伺いしてまいりました。今回の話が多くの教育や研修のご担当者の方の、お役に立てるととても嬉しいです。矢沢講師の研修を、社員の方に受講してもらいたいという場合は、弊社の定額制研修 SE カレッジや新人研修道場、講師派遣での一社研修も受講可能でございます。気になる方はぜひこちらでご連絡をお持ちしております。というわけで、今回も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。いいな、役に立ったと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録を押していただけるととても嬉しいです。では、さようなら。